はい、人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今回はテキサス州におけるサムスン電子の話をします。サムスン電子、地元韓国では経営トップのイ・ジェヨン副会長が収監されたりとか、すごくメディアで叩かれています。ところがテキサス州ではとても人気があります。サムスン電子はテキサス州オースティンに1997年に進出して、98年に大きな工場を建てました。その後ですね、その工場を拡張していって、今ではサムスン通りという通りの名前も付けられています。このサムスン通り一帯に関するですね、新たなこう拡張計画が先日オースティンの市議会で最終的に認可されました。サムスン電子はこのオースティンにですね、今度100億ドル以上かけて新しいファンドリーラインを約4割ぐらいですね、増設して、しかも新しい新規の最新のですねラインを作るということです。ファンドリーというのは、半導体集積回路の生産を目的とした工場なんですけども、今アメリカではアメリカでは世界中ですね、この半導体が非常に不足しています。私が2021年1月10日の記事でトヨタがテキサスでタンドラを作ってるんですけどもね、半導体が間に合わずにタンドラの減産をせざるを得ないという話題を話しましたけども、自動車に限らずですね、今在宅勤務が増える中、PC とかですね、あとゲーム関係、そういうところに今半導体たくさん使われてるんですけども、世界的に非常に不足しています。オースティンだけではなくてですね、オースティンから約2時間ぐらい車でかかるヒューストン、こちらのですね郊外にあるフォートベンドカウンティ、フォートベンド郡の行政権限を統括する KP ジョージ氏もですね、最近サムスン電子の半導体のトップであるキム・ギナム副会長にぜひですねテキサスに来て工場を建ててほしいと要請しています。サムスン電子も私2020年12月19日の投稿でお話ししましたけども、今ですねこの業界でトップを目指してですね、アメリカにも170億ドル、約2兆7800万ぐらいですかね、それぐらいを投じてですね、このテキサスとかアリゾナ、ニューヨークなどでこの半導体の生産ラインを建設を検討しています。その中でもテキサス州どんどんですねサムスン電子が投資して、もしかするとですねサムスン今韓国で戦えているので、もうアメリカに本社を移してグローバル企業としてやっていくんじゃないかという話も出ています。世界中からテキサスにはいろんな企業がどんどん集まって、ますます経済的に強い州となっている話をさせていただきました。